エトルちゃんを見た。暑い。暑いね。このままじゃ脱水症状になります。私はユリ、中学のソフトテニス部に入ってる。練習はきついけど、私にはツツジ、スズランの仲のいい二人がいる。ほら見て、この水筒。あ、私も持ってきたよ。それどこで買ったんですか？私も欲しいです。これはエトラちゃんのイベント特典なんだ。昨日ツツジと行った時に。それどういうことですか？私をのけものにしたんですか？え、私教えたよ。そしたら用事があるって。ツツジじゃなくてユリが教えてくれたら。そしたら絶対行きました。もうスズランったらダダっ子みたい。よし、休憩終わるぞ。私たちはずっと仲良し3人組で中学生活を送るのだと思っていた。この日までは。ツツジ探し物？水筒がなくなっちゃって。部活の時はあったよね。うん、こんな大きなものなくすはずないのに。どうしたんですか？ツツジの水筒が見つからないの。明日忘れ物で届いてないか先生に聞いてみようよ。うん。あれから1週間経つけど見つからないね。実は水筒だけじゃないの。最近やたらと物がなくなってて。ほら、この前ユリとお揃いで買ったシャーペンとかも。それって誰かに取られてるってこと？考えたくはないんだけど。うん。なんかさ、うちのクラスに泥棒がいるんだって。え、どれどれ。ここで行っちゃっていいのかな。いやいや、私見ちゃったんだよね。掃除の時間にツツジがスズランのバッグを開けてガサゴソやってたの。犯人確定か？違う、あれは。3人だけで美術室の掃除だなんてね。うん、うちの班2人も休みだもんね。あ、いけない。教室にハンカチ忘れてしまいました。ツツジ、取ってきてくれません？自分で行きなよ。うん、いいよ。私もついでに汗拭いてくる。じゃあ私も。ほら、美術室の掃除は時間がかかるんですよ。早く行きましょう。バッグの底の方にあるから、よく探してくださいね。わかった。きっとあの時のことだ。説明しないと。なになに、ツツジが泥棒？マジ最低。私の消しゴムもなくなった。返しなよ。返せ泥棒。スズランさんがツツジさんをグループから退会させました。え、スズランがツツジを。早く送信しないと。え、スズランさんがあなたをグループから退会させました。どういうこと？ツツジ大丈夫？どうしてこんなことに。私にも分からなくて。ツツジも突然のことで状況が飲み込めず、スズランに連絡しても LINE は既読がつかず電話には出てくれない。ねえ、どういうこと？電話に出て。私たちは明日を待つしかなかった。ツツジ、ユリ、私何度も違うって言ったんだけど誰も信じてくれなくて。ああするしかなかったんです。あれ以上はあなたたちがかわいそうで、それでグループから退会させたんです。スズラン、ほらほら、この子たちと一緒にいるとスズランまで泥棒だと思われちゃうよ。1時間目始まるし、みんなも早く理科室行こう。スズランが本当のことを言ってくれれば誤解は解けるでしょ。だからって、ツツジが犯人じゃない証拠にはならないと思います。ツツジがそんなことするわけないじゃない。なぜいつもツツジばっかりかばうんですか？なぜって、私たち友達でしょ。私は違います。前からツツジのことなんて好きじゃありませんでした。ユリにくっついてくるから仲のいいふりをしてただけです。スズラン、なのにユリったらツツジツツジって不公平です。ちょっと、これ、ツツジの机。ツツジは学校に来なくなった。いつまで騒いでんだ、早く席につけ。ユリも早く座れ。それと赤松、その机拭いとけ。なんでだよ、こんなもん落ちろかよ。元気を出して、私がいるんですから。元気なんて出るわけない。友達がいなくなるって寂しいよ。それがわからないスズランとは仲良くできない。それ以来、スズランは私を敵視するようになった。ツツジと一緒に買ったシャープペン。へえ、
ユリがツツジの好きなトクサ君を取ったなんてね。ツツジが学校に来なくなったのもそのせいなんだ。反論すれば100倍になって帰ってくる。だから私は無視を決め込んだ。そうか、やめるのか。ま、やる気のないやつを無理に引き止めても仕方ないな。先生はスズランの行動について何も知らないんですか？なんだって？あの子ずっといじめをしているんです。あいつは優等生だから当たりがきつくなっちまうだけなんだよ。その辺のところ周りが気を使ってやらないとな。わかるだろう？わかりません。こんなのわかりたくありません。ユリ、スジ、久しぶり、どうしたの？塾に行ってきたところなんだ。塾？うん、学校に行ってない分他で勉強しないとあったよね。私が通ってるのは支援クラスって言って、学校に行けない子や勉強についていけない子たちがいるの。そこのね、講師の柊木先生がね、とっても素敵なの。そうだったんだ。ツツジ、楽しそう。よかった。ユリにも教えたかったんだけど、 LINE の既読がつかないから。今話せる？あ、ごめん。スマホの電源切れたまま放置してた。スズランの嫌味なメッセージばかりだから。ツツジと仲良くしてるからこんなことになるんです。それに、そうなんだ。ねえユリ、ユリも一緒に塾に行かない？進学クラスもあるし、休み時間にまたユリと話せたら嬉しいな。うん、親に頼んでみる。こんにちは、ユリ。それからの私は学校帰りに塾に行くのが日課になった。授業が終わったツツジと授業が始まる前の私、わずかな時間だけど、この短いおしゃべりは私にとって心のオアシスだった。ユリはエトラ女子校を目指すんだね。うん、まだ B 判定だけど。大丈夫だよ、ユリならきっと受かるよ。それじゃあ私帰るね。授業頑張ってね。うん、また明日。ユリ、なんでスズランがここに？私もこの塾に通うことにしたんですよ。さて、みんな座ったかな？先週の模試の答案を返すから、今日はそれをもとに復習しよう。まずはユリ。はい。エトラ女子？そうなんですか。しまった、スズランに知られた。エトラ女子狙いなんだ。頑張ればいけるんじゃない？でもどうして進路変えたの？だって楽しい学校生活が見えるんですもの。このままじゃエトラ女子に合格してもまた中学の延長になっちゃうんです。何かいい方法はありませんか、先生？そうだね。かといってスズランに志望校を変更しろだなんて言えないしな。そうですよね。まあでもこんなのはどうだ。そしてここから私たちの反撃が始まった。そこまで。今日は列の最後尾の者がそれぞれ答案を回収してきてくれ。なんですって？そう、お父さんの会社が。学費がかからないで行けるところって言ったらあそこしかなくて。かわいそうなユリ、元気出して。その後も私は何度も答案にエトラ北高校を書き続けた。その結果、受験当日。ここにもいない。やった、神様ありがとう。まだ試験前ですよ。そして無事合格することができた。やっぱりツツジは来ないか。ちょっとユリ、エトラ女子に進学するってどういうことなんですか？おい、そこ早く教室に戻らないか。何笑ってんのよ。教えるわけないじゃない。いじめの首謀者とそれを知っていて何もしない先生に。なんてあんたね、スズランの気持ちも知らないで。ツツジに罪を着せたのもユリと同じ高校に行こうとしたのもユリが好きだから。やめてください。どういうことだよ、ツツジは犯人じゃなかったのか。おい、アカネ。だからツツジを窃盗の犯人にすれば。それ以上言ってはダメです。じゃあ盗んでいたのはスズランだったのね。ツツジ、
私おかしいと思ってたの。だってユリとお揃いのものばかり盗まれるんだもの。そしてそのことを知っているのはスズランだけだった。そうなの？答えてスズラン。そうです、私が取りました。羊がユリと同じもの持ってるなんて許せなかったんです。だって私ずっとユリが好きだったんです。なのにユリったら羊とばかり仲良くして。だから羊を学校に来れなくしたの。私のことをのけものにしたのも。ユリには誰とも仲良くしてほしくなかったんです。ね、分かったでしょ。なんとか言ってやんなさいよユリ。そう、スズランの気持ちはよく分かったわ。じゃあ、そんなの人を傷つけて心を踏みにじっていい理由にならないよ。え、そうでしょ立花先生。あなたがツツジや私にしたことは許さない。だから私はスズランを好きにはならない。そんな、ひどい。校長、君、知ってたの？ちょっと話を聞かせてもらおうか。こうして私たちの卒業式は終わった。後日聞いた話では、立花先生は新学期には姿を消していたそうだ。きれい。私は特別に美味しいっておじいちゃんが言ってた。さすが山形のさくらんぼは違うね。ツツジは通信高校に進み大学受験を目指すという。受けた傷は深いけど、私もツツジもまだまだこれからだ。ご視聴いただきありがとうございました。どんな理由であれ、人をいじめていい理由にはなりません。まして好きな人と仲良くしているのが気に食わないからって、そんなことをしたら好きな人からの好感度も下がってしまう可能性があるだとか、わからないものなんですかね。好きな人を悲しませるような行動こそするべきじゃないですよ。何よりそれを問題視することなく見て見ぬふりをしている教師が一番良くないです。いじめダメ絶対です。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。